お疲れっす。お疲れ。まず一言、体大きくなった。うん、うん、今シーズンね、当然あの結果も出さないといけないとは思うんですけども、もうこのキャンプでどういうところをやっぱアピールしたいですか。まあでも全部アピールしないといけないなと思ってるんで、とにかくその打つことでも守ることでも走ることでも、その監督、コーチ、その周りの選手たちにその信頼っていうのを勝ち取らないと、そのレギュラーで出た時に、なんであいつがみたいに誰かが思うような選手じゃダメだと思う。全員から信頼されるような選手になるためにやっぱ全部アピールしないといけないなと思います。当然レギュラーを今年狙おうと思ってるんですけども、ポジションどうですか。そうですね、まあでもコーチからはどこやるか分かんないっていうふうに言われてるんですけど、まあでもやっぱライトがいいかな。お、自分なりにも、はい、それはあの去年1軍で全部守りましたよね、はい、一通り。その中でもやっぱライトが一番守りやすかったとか、そういうのあるんですか。どこが守りやすいっていうのは特にないんですけど、ライトかっこいいなっていう。じゃあ最後に、はい、カメラに向かって、札幌の皆さん、なかなか今回アリゾナなんでね、行けない人もいるかもしれないので、はい、北海道の皆さん、浅間大輝です。僕たちは今、この暑いアリゾナの地で、キャンプに励んでいます。今年は日本一になれるようにこのキャンプをしっかりと頑張って、開幕に向けてまず頑張ります。応援よろしくお願いします。